今回はやる気のない夜に最低限やる美容ダイエット方法の紹介です。ぜひ最後まで見てください。それではスタート。基本的に夜までじっと座りながらパソコン作業をしています。これはこれで結構しんどいです。ご飯を食べる前に簡単な筋トレを行います。疲れていましたが、この日はお腹周りの筋トレだけは5分くらい行いました。ソファーの上でゴロゴロするのではなく、ヨガマットの上に行くとやる気がみなぎってきます。今日はコラーゲン鍋作ります。今日は手羽元を使ったシンプルな味付けのスープを作りたいと思います。鶏肉は低カロリー低糖質なんですが、高タンパクなのでダイエット中にすごく積極的に摂りたい食材になっています。今日は玉ねぎ、水菜、レモン、お豆腐を入れたスープにしていきたいと思います。手羽元は骨の近くのあたりに筋を軽く入れていきます。オリーブオイル小さじ1、完成しました。レモンを、1個だけねかけて食べたいと思います。よし、いただきます。レモンをかけていただきます。冬に最高の味、すごいあっさりなんだけど、なんかこう心に優しい味。全然調味料入れてないけどすっごい美味しい。やっぱレモンあった方が美味しいですね。最近は美肌のためにエプソムソルトを入れて入浴しています。ダイエットも兼ねてね、20分から30分は浸かるようにしています。なるべく毎日湯船に浸かるようにしています。しっかり汗をかいてむくみ解消するためです。温度はね、40度だね。40度で入ってます。お風呂から上がったら乾燥を防ぐためにすぐにスキンケアを開始。化粧水をたっぷりつけてデコルテまでつけていきます。美容液もたっぷり使っていきます。ケチらずたっぷり使います。で、最後に保湿クリームを塗っていきます。本当はこの前にアイクリームを塗りたかったんですけど、ちょっと忘れてしまいました。アイクリーム最後につけていきます。スキンケアが終わったらピーチジョンのボムバストクリームリッチ塗っていきます。ここからは塗るだけで女子力が上がるピーチジョンのボムバストクリームを紹介していきます。こちらは SNS で私の好きなモデルさんが使用していて、興味持って使い始めました。これはね、もう香りが本当にいいんですよ。疲れてる日とかやる気がない日でも使いたくなる香りになっています。手に取ってみると、こんな
こんな感じのクリームになっています。スッと馴染むしベタベタしないのがすごく使いやすいです。すごくねマッサージしやすい硬さのテクスチャーになっています。こちらは美乳サポート成分が含まれていて、バストの張り、弾力、保湿ケアができるので、すっごく助かっています。塗った翌日と塗らなかった翌日は肌の張りが全然違います。誕生から10周年のロングセラー商品。バストは毎日のお風呂でも乾燥してしまうので、保湿ケアが必要。顔に毎日化粧水や美容液をつけるように、バストも毎日ケアしたいから、私は常にボムバストクリームを欠かさないようにしています。定期便なら2ヶ月ごとに届き、毎回 10% オフになるそうです。バストのことを知り尽くしたピーチジョン開発のクリームなので、理想のバストに近づけそうです。寝る時間はだいたい深夜になってしまいます。ストレッチをしながら、YouTube や SNS のコメントにいいねしたり、返信をしたりしています。ストレッチは基本的にお風呂上がりにやるようにしています。特にね、腰と肩が結構凝るので、そのあたりを重点的にやっています。最近頭皮マッサージ機をね購入したので毎日使ってます。頭とか顔とか首とかに使ってます。歯を矯正しているのでしっかり歯磨きしてマウスピースをつけます。冬なのでリップをしっかり塗ります。こんな感じで今日は寝たいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。レシピなどは SNS に掲載しているので、Twitter、Instagram のフォローもよろしくお願いします。